シラサイブカーオーレシェンズバリエーションカーオーレシェンズ。ワッソンは1955年6月29日、この種のキノコを摂取した。その体験は1957年にエッセイの元となった。魔法のキノコを求めては、1957年のフォトエッセイでアマチュアの心筋学者であるロバート・ゴードン・ワッソンが、 1955年にメキシコのオアハカ州のマサテコ族の儀式にてマジックマッシュルームを服用した際の体験記である。ワッソンは西洋世界で初めてマサテカの儀式に参加し痺れた家族の高精神作用を記した人物の一人である。本作にはアラン・リチャードソンによる写真とフランスの植物学者で フランス国立自然史博物館の館長のロジェームによって収集された痺れた家族のイラストも載せられている。文章は一人称和法で記され、ライフ史の連載大冒険の第3部として5月13日号25ページの記事として初めて掲載された。日本語訳は2010年。本作は同時期に出版されたキノコについての3作品の一つである。 先行する限定販売のキノコ、ロシアの歴史は、ワッソンと彼の妻バレンティーナ・パブロブナ・ワッソンによる2巻の著書である。この第1巻に、本校で扱うキノコの概要が記されているライフ誌に続いて、6日後のディスウィーク誌では、妻へのインタビュー、私は聖なるキノコを食べたが掲載された。ワッソンの要望に反して、ライフの編集者は、 マジックマッシュルームの言葉を使い、そして大衆文化の間で使われることとなる。本作はアメリカ合衆国の初期の1960年代の対抗文化に影響を与えて、多くのヒッピーがキノコ探しにメキシコに旅立つことになり、その一人にはティモシー・リアリーも含まれる。1970年代にはバッソンは注目を集めた本作により、 マサテカ文化と儀式に汚染がもたらされることへの懸念を表明した。ワウトラ・デヒーメネス・メキシコのワウトラ・デヒメネス。メキシコでの儀式を行ったマリア・サビーナ。ワッソンは最初、1927年のキャッツキル・サンチェの新婚旅行中に新金額に興味を抱いた。妻のバレンティーナ・パブロブナ・ワッソンはロシアの土着のモスクワ人だが、 森でキノコを同貞したり収集しており、その存在に感謝の念を抱いていた。そしてワッソンはそのことにうんざりしていた。すべての善良なアングロサクソン人のように、菌類の世界について無知で腐った危ない突起物だと思っていたということである。そうしたことが、キノコへのワッソンの興味のきっかけとなり、民族菌類学の分野への後の貢献につながった。 1952年にイギリスの詩人のロバート・グレーブスはワッソンに手紙を送り、その手紙の中ではアメリカの民族植物学者のリチャード・エヴァンズ・シュルテスが16世紀にメソアメリカにおけるキノコの儀式的な使用について論じた記事が引用されていた。現代において最初に儀式が観察されたのは1938年のことで、 アメリカの人類学者のジャンバセット・ジョンソンによって、メキシコのオアハカ地域のシエラ・マサテカにおけるワウトラ、デ・ヒメネスでのことである。ワッソンによるキノコ探しのためのメキシコへの探訪は1953年に始まった。1955年のワウトラ、デ・ヒメネスの街への旅行中、ワッソンとニューヨークの写真家のアラン・リチャードソンは、クランデロのマリア・サビーナと共に、キノコの儀式に参加し、 そして、聖なるキノコを食べた歴史上初の白人だとワッソンに言わせることになった。もちろん聖なるキノコを食べた最初の白人であるかを確かに知る方法はない。がしかし、アルバート・ホフマンはおそらくそうであろうと記している。ワッソンは幾何学模様を見てから、それが宝石で飾られた宮殿の玄関となり、空想上の動物がおり美しい世界を見たが、 観察者として客観的に観察しなければならず、その体験は後に、キノコ、ロシアの歴史に描写された。1956年に、ニューヨークのセンチュリークラブで昼食をとっている際に、タイムの編集者がその話に興味を持ったということで、ある。ありがとうございます。